ちらが、作り物 の、 人工の人工あ人工のクリスマスツリーになりますけれども、まだねちょっと出すのは控えたいと思います。まあ、大体ね私クリスマスツリー出すのがもう11月末なんですね。でまあやっぱりちょっと部屋に置くと掃除しにくいので、まあ12月前ぐらいにね出すことにしていますのでね、まだこれはこのまま置いておきたいと思います。で飾りなんですけれども、おそらくこの上にね上の箱に入れていると思いますので、こちらを取り出したいと思います。ようやくこの箱を下ろしたんですけれども、この中にクリスマスの飾りがね入っていました。こんにちは、ようこです。今日は11月の12日の木曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツのドルトムント市なんですけれども、現在午後の3時、気温が12度、湿度が 65%、外は曇っています。まあ、ちょっとね、雨が降るようなね、まあ、雰囲気です。まあ、どんよりしていて、もう暗いね感じになっています。で前回の動画でお伝えさせていただいたんですけれども、昨日なんですが、私はドルトムント市中心地のクリスマスツリーが、まあ、建設されている現場に行ってきました。でクリスマスツリーなんですけれども、まあ、このドルトムント市では毎年クリスマスマーケットの開催とともに世界で、まあ、一番大きいとされるクリスマスツリーが設置されるんですけれども、この新型コロナウイルス感染症が拡大しているということもあって、まあ、クリスマスマーケットが中止になったということと伴い、このクリスマスツリーの建設も、まあ、途中だったんですけれども、まあ、急遽中止となりました。でそういうこともあって、まあ、現場の様子を昨日行ってきたんですけれども、でそこで、まあ、作業現場の方とお話をしていて、で、まあ、解体作業には、ね、1週間ぐらいかかるということで、もうすでに、まあ、骨組みはまだ残っているんですが、木は、ね、取り除かれたような、ね、状態になっていました。で、まあ、そのもみの木なんですけれども、まあ、全て、まあ、処分されるということ で、 まあ、どうするんですかというお話を、ね、お聞きしていたんですが、まあ、全て、まあ、処分されるということで、まあ、現在検討されているのが、まあ、小学校とか幼稚園に、まあ、寄付をして、まあ、そこで飾ってもらうっていう、ね、案も出ているようなんですけれども、で、まあ、そんな中なんとそのもみの木の一部をいただきました。まあ、まさかそんなドルトムント市のもう世界最大のクリスマスツリーになるはずだったクリスマスツリーのもみの木の一部をいただけると思わなかったので、もう本当にびっくりしたのと本当に嬉しい、ね、気持ちでいます。まあ、今年はもうその世界最大のドルトムント市のクリスマスツリーが見れないということは残念なんですけれども、まあ、自宅でちょっと楽しみたいなと思っています。で私にしたらこのクリスマスツリー生の木でこの自宅で飾るっていうのは初めてになります。まあいつもポリポピデンのこの作り物のクリスマスツリーを室内で飾っているんですけれども、まあ、手間がね全然かからないし、まあ、毎年使えますよね。まあ、そういうこともあって、私は生のもみの木を、まあ、こうやって飾るっていうのはね初めてになります。で大体飾られるご家庭は、まあ、クリスマス、まあ、12月の24日ですので、まあ、3、4週間前、まあ、もしくはまあ本当に間近に購入されて、で、まあ、自宅で楽しまれる方が多いということなんですね。ということもあってちょっとね早いかなと思うんですね。いつまでちょっと持つのか、根っこがついてなくて切った状態ですので、で、まあ、水はこの切り花のように、まあ、与えていれば、まあ、ある程度持つとは思うんですけれども、おそらく、まあ、クリスマスまではねちょっと持たせるのは難しいかなと思いますので、まあ、早速飾り付けをして楽しみたいなと思います。で、まあ、室内はちょっとね、まあ、部屋の温度も高いですし、まあ、持ちが悪くなるのと、あとねちょっとやっぱり葉っぱがね落ちたりとかするので、まあ、外に飾り付けをして、まあ、楽しみたいと思っています。で、先に動画を見ていただいたんですけれども、クリスマスツリー用の、まあ、室内用のクリス
マスツリー用の、デコレーションと、あと、電球、電気ですね。そういったものはあるんですけれども、室外用の電気がないということで、私はちょっと今日、こちらのね、電気を買ってみました。屋外でね、使えるということで、安全らしいんですけれども、こちらがね、ちょっとサイズが合うのかわからないんですけれども、使ってみたいと思います。またあと飾りはね、今まで使っているものがありますので、こういったものを飾り付けをしてみたいと思います。今はねちょっと素朴な状態なんですけども、どんな風にねちょっと飾り付けをして、どんなクリスマスツリーなのかちょっと楽しみなんですけれども、よろしければご覧ください。飾りはこのような色合いであるんですけどもね、どんな色にするのかちょっと迷うんですが、シンプルにねとりあえず飾り付けをしようかなと思います。電気なんですけども、こういったねちょっと外用の電気をね買いました。フォアデイネアンドアッセンベライヒと書いてあります。お店の人にもね確認したので、使えるのを使います。外に置いておくと風が強いと倒されるので、この木とあと手すりの部分に紐をつけて固定しました。そうするとね、多分そんな早々に倒れないと思うんですけれども、それでは先にちょっとこの電気から取り付けたいと思います。で、長さが2メートルっていう表記がされているんですけども、出してみると意外とね長いです。やはりちょっとね電気があった方が華やかになりますよね。ちょっと実際つけてみたらどんな感じになるのかわからないんですけども、ツリーが背が高くて取り付けるの難しいです、30分ぐらいかかってなんとかようやく、クリスマスツリーに電球を巻きつけることができました。意外とね難しかったです。うまく均等にこの全体にこのライトが行き渡るように取り付けるっていうのがね意外とねちょっと難しかったです。でそれでは、デコレーションを取り付けていきたいと思います。ちょっとねいろんな色のデコレーションがあるんですけれども、とりあえずは無難にゴールドで飾り付けをしたいと思います。デコレーションなんですけれども、完了しました。とりあえず全体的に、均等にこのバランスよく取り付けれるようにということで、取り付けたんですけれども、あんまりねちょっと生のこのナチュラルな感じもね崩したくないので、若干控えめにしてこの飾りをねつけています。でこれに、電気がちょっとねプラスされるので、またちょっと感じが変わると思うんですね。では実際にちょっと電気をつけてみたいと思います。
このようにクリスマスツリーが完成しました。いかがでしょうか。とても、ね、素敵なクリスマスツリーに出来上がりました。今年は残念ながらこのドルトムント市の最大のクリスマスツリーは見れませんが、まあ、自宅でこのクリスマスツリーの一部をいただきましたので楽しみたいと思います。まだ感染症が拡大している状況ですので皆様感染予防にお努めください。今日もご視聴ありがとうございました。